伊賀セレンはこれで25年になるんですね。この草加の地で生まれて、ずっとこう、青鳥をこう伊賀さんにご覧いただきながら、もちろんこの宿場祭り5大会目からずっとこう出させていただいて、中にはささら祭りでいろんなお祭りございますからね。で、草加の中でもイベント、または、介護施設さんの慰問であるとか、いろんなところで、踊らせていただいてます。本拠地としてはね、南越谷青鳥で踊らせていただくんですが、中では徳島に行ってみたりとか、いろんなその二十数年の中では活動してまいりました。その効果が出まして、なんと徳島では優勝したこともあるんですよね。そんなことで、これからも活躍していきたいんですが、我々 その原動力っていうのは実は子供なんですよね。小さな子供が伊賀セレンに入って、そこでいろいろ育まれて、皆さんからね、ご声援をいただきながら育っている。で、今この中で白い8匹タコがいますので、非常にこう本当にかっこいい踊りをやるわけですが、この2人も何年生だっけ、入ったのは3年生か4年生だったね。今いくつ？20歳になりましたその頃はもう20歳はでもずっと頑張ってこうやって、大活躍しているわけですが、実はもうちっちゃい子も今日来ておりますのでね、小さい子からだん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 こう大きくなって、このように、大活躍するわけですが、ちょっと子供たちちょっと来てくれる？ちょっと今日ご紹介したいし、ちょっとしたイベントがあるんですけどね、皆さんの前で、子供たちちょっと見ていただきたいんですが、赤と白の鉢巻きをね、ねじり鉢巻きをしている子たちがいますよね。男の子はちょっと茶色の鉢巻きしてるんですが、ちっちゃい子たち入ったら大体このねじり鉢巻きが始まるんです。で、だんだんその技量も上がって、ね、だんだん上手になったと、お姉ちゃんお兄ちゃんたちが認めたということになると、この船というね、手拭いをこの船の形にしたもの、これに昇格されるんですよ。で、実は今日昇格したこの子たち2人がね、今日は、この船を手にしたわけですよね。お名前ちょっと紹介しようか。いい？お名前言ってもいい？個人情報じゃないからね。はい、じゃ菅野花です。花ちゃんなんですね。はい、新美春です。はい、美春ちゃんです。今日はねじり鉢巻きから、今日ですよ、この場が初めてこの船に変わったということで、一つ拍手の一つをしてくださいまし今日ここで披露させていただくのは、非常に子供たちにとってもね、いい機嫌になったかと思います。はい、どこかまた南越谷とかね、そこのお祭りまた見かけたら、声援してやって、いただけるとありがたいかなと思います。はい、では、皆さん大丈夫ですか？雨また降ってきましたけども、私たちは時間いっぱいやりますからね、ご覧いただければいいと思います。ちょっと、ここだけ雨が降りましたね。ちょっと予定通りはちょっと行きませんので、少しこう和踊りっていうかね、阿波踊りってこんな踊りですよっていうのをちょっと紹介、ご紹介を差し上げながら少しずつ終わっていこうかなと思います。まず踊りの種類なんですが、まず男踊りに出てきてください。これが男踊りの連中なんですが、提灯を本来持つんで、今日雨降りますのでね、提灯の骨だけになってしまいますので、今日提灯を持っておりませんが、ちょっと男踊りの踊りをちょっと見ていただきたいと思います。それと合わせて鳴り物も踊りに対しての鳴り物が違いますので、そこら辺もちょっと聞き分けていただくといいかなと思いますね。Thank you.
提灯は何になります。一応提灯は持っておりませんけどね、古いとした提灯は何になるか。で、私たちは徳島のアホーレというね、有名な絵があるんですが、アホーレさんにも憧れてね、目指してこの教えを持ってやっておりますで、それに対してちょっと男踊りに対してしなやかな女踊りをちょっと見てもらいたいところなんですね。で、今日は実はたくさん女踊りが来ておりますので、綺麗どころがあるとちょっとご覧いただきたいと思います。はい、男とはまた違ってね、このしなり女性の僕らの方がね、出てくるよくご覧ください。創価の掛け声を実は作ってるんですね。その掛け声でちょっとやってみていただけますか。しますのでね、はい、子供たち踊ってください。はい、